Hello everyone! 留学パパです。はい、前回高校留学のエージェントのサポート内容についてお話をしてきたんですけれども、やっぱり一番気になるのは、サポート内容に見合った手数料っていくらぐらいが相場なんだろうっていうことですよね。自分がわからないこととかできないことをサポートしてくれるわけですから、その対価に見合った費用をお支払いするっていうのは当然のこととしても、じゃあ一体いくらだったら適正価格なんだろうっていうのは気になりますよね。ということで今回はエージェントに支払う手数料の目安をテーマにしてお話したいと思います。まずいろいろと調べてるととっても気になる会社がいくつか出てきます。それが手数料無料のエージェントです。過去の動画でもお伝えしたことがあるんですけれども、僕は個人的には手数料無料のエージェントっていうのはあまりお勧めしてません。まあこれは無料だからダメとかそういうことではなくて、やっぱりこう無料であることのリスクもよく分かった上で、何かあった時はもう自分で何とかしますっていうふうに、まあ覚悟がある人はもう OK だろうというふうに思ってます。そもそもなぜ手数料が無料でサポートができるのかっていう話なんですけども、これは簡単に言うと、エージェントに対して学校や教育委員会の方から紹介してくれてありがとうねっていう、そのコミッションが入る仕組みになってるんですね。だいたいその紹介料がの割合で、まあ、入ってくるという仕組みになってます。話が逸れてしまうのでこれ以上細かい話はできないんですけれども、まあ無料でサポートするってなるとかなり経営的には薄利多売なビジネスなんですよね。で、僕らのようなその留学したい人、させたい人の立場からすると、これはやっぱりリスクの一つだろうなっていう気がします。僕があまり無料のエージェントを紹介しない理由っていうのが、やっぱり利益が非常に少ないビジネスになるので、どうしてもその対応とかフォローが雑になりがちっていう部分があると思ってます。当然といえば当然なんですけれども、やっぱり一人一人にかける時間っていうのは短くなっちゃいますよね。もちろんカウンセリングに来てくれる人がみんな契約になるっていうんだったら話は別なんですけども、営業ってそんなに簡単じゃないですよね。エージェントもやっぱりビジネスですから、その無料っていう言葉に釣られてくる人っていうのがどういう人かっていうの分かってるわけですよね。特に本気度が低い人とかだと、まあ、そういうお客さんを選別してどうしても対応にあまりこう時間をかけないっていうこともやむを得ないその判断としてやっちゃうわけです。僕もいろんなエージェントを歩き回って調べた人なので、やっぱりそのね、エージェントの考え方みたいなのが、そのカウンセリングの時の接し方みたいなものにも出てるなっていうふうに感じることは多かったです。そして無料のエージェントさんは割と個人経営とか、小さな規模のエージェントさんって多いんですね。そうなると派遣実績とか情報量が少しこう不安だなっていうのは感じました。あとはですね、海外に本社を置く、いわゆる現地法人のエージェントっていうのがあります。で、これは、まあ、海外にね、オフィスがあるっていうのは、なんかこう、現地のことに詳しいみたいな感じで、なんとなく良さそうな感じもするんですけども、どうしても日本と海外では法律、まあ、ルールが違いますから、何かトラブルあった時には、案外泣き寝入りせざるを得ないっていうことも多いのが事実なんです。まあ各社で考え方とか対応の仕方っていうのは違うので、一概に丸か罰かみたいな話にはならないんですけども、やっぱりこう未知の世界の話で、皆さんその高校留学に関しては情報弱者になりがちじゃないですか。ですから無料だからっていうことで飛びつくっていうのは、やっぱりちょっとリスクが高いんじゃないかなと。よーく調べて本当に信頼できるかどうかを見極める必要があるとは思います。じゃあいくらだったら手数料は適正価格なのっていう話なんですけども、いろいろと調べて比較検討してみた結果、だいたい30万円以下ぐらいだったら妥当なんじゃないかなっていうふうに思います。留学するためにはどんな内容のサポートが必要で、そして一人一人の生徒を手厚くサポートしていこうとしたら、経費がどれぐらいかかって、そして利益がどれぐらい出るのが適正なんだろうかっていうことも含めて考えた中で、まあ30万以下だったらリーズナブルって言えるんじゃないかっていう結論に達しました。とはいえね、調べていくとエージェントの中には50万、70万、100万っていう手数料が契約時にかかる場合があるんですね。で、そうなってくると、やっぱりその教育委員会とか学校からコミッションが入ってこないっていう前提であれば、まあ理解はできるんですけども、いくらなんでもその基本的なサポートだけで、その金額っていうのはちょっと高すぎるかなと思います。
でも誠意を持ってきちんとサポートしてくださるっていうのが前提の話なので、まあ金額が安いからいい、高いからダメっていう単純な話ではないので、非常にそこは気をつけてもらいたいなと思います。 LINE アットに登録してくださっている方の中にはエージェントさんからもらった見積書を僕に見せてくださって、この金額は妥当なんでしょうかとか、このサポート内容は必要ですかっていう相談をいただく方もいるんですね。で、まあ、個別の話なので、実際どうしても気になるっていう方がいれば、メッセージいただけたらと思います。そして、次回の内容なんですけれども、いよいよ、エージェントを選ぶときに、どういうポイントで見分けたらいいかっていう、そのね、コツについてお話をしていきたいと思います。この動画がいいなって思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして、LINE アットに登録していただくと、皆さんからの個別の質問や、相談に僕がメッセージで直接お答えします。ぜひ気軽にメッセージくださいね。それでは次回も楽しみにしてください。See you next time!